ムガヒンガゴリラ国立公園は、ウガンダ南西部のキソロ県に位置する国立公園である。ビルンガ山地内の非活動の火山である、サビニョ山、ガヒンガ山、ムハブラ山のウガンダ領内となっている北側一帯を範囲とし、ナイル川水系の分水嶺の一部を成している。公園の最寄りの町であるキソロから南へ 14km、ウガンダの首都カンパラからは南西へ540。 キロメートルの位置にあり、今後民主共和国のビイルンガ国立公園の南部と、ルワンダの火山国立公園に隣接している。ウガンダの国立公園の中では最も規模が小さく、面積は33.7平方キロメートル、標高は2227メートルから、ムハブラ山の山頂である4127メートルの範囲にある。 ムガヒンガゴリラ国立公園はビルンガ地方内を自由に移動するマウンテンゴリラの保護を目的として1930年にイギリス政府により領獣保護区に指定されていた地域を母体として1991年に設立された。1989年には生物学的調査が開始されレンジャーの訓練とワイヤートラップの撤去及び植林が進められた。 公園内に入植していた居住者は、1990年代初頭に国立公園の外部へと移住している。2013年11月には、公園内において、コンゴ民主共和国東部の反政府武装勢力である3月23日運動の部隊がコンゴ民主共和国政府軍の攻撃により、ウガンダへ投降する事件が発生した。 2月下旬から5月までと9月下旬から11月までの年2回の雨期があるものの年間を通じて降水があるためはっきりとした寒気はない。標高が1000メートル上がるごとに約摂氏6.5度気温が低下し公園内の日中の平均気温は摂氏20度夜間は摂氏9度ほどまで下がる。マウンテンゴリラ公園内の背筋姫ゴシキドリ、更新予における 氷河時代の気候の変化を通じて、山が動植物に避難場所を提供し、気候が暖かくまたは冷たくなるにつれて生息域が斜面を上下するため、生物学的に重要な位置を占めている。公園は、アルバーティーン地高山地銀及び、ルーエンゾリビルンが山地出現の範囲に含まれ、公園内では、竹林やエイジュ、ハゲニアの森林が見られる。三千メートルを超える高地では、 ジャイアントロベリアやジャイアントセネシオが生息している。公園内に存在する主要な霊長類はマウンテンゴリラと同じる赤のゴールデンモンキーである。ウガンダ、ルワンダ、コンゴ民主共和国にまたがるビルンガ山地及びウガンダのブーインディ原生国立公園に生息しているマウンテンゴリラのうちムガヒンガゴリラ国立公園内では80頭ほどが生息している。また、 アルバーティーン地交代における固有種のうち2004年の公園内の調査において以下の鳥類が記録されている。公園はガンダ野生生物局によって管理されており、公園内ではマウンテンゴリラやゴールデンモンキーのトラッキング、バードウォッチング、各火山への登山、先住民文化の体験や洞窟探検などのアクティビティが提供されている。ありがとうございます。